あだやさってさって卵ととろろこれ混ぜたらどんな味になるんだろう。今回は、近代学部元教授ら2人逮捕、核発注で経費3780万円詐欺の疑いと。さてさて出ましたね、こういうのね。近代学部法医学教室をめぐる経費不正受給問題で、大阪府捜査二課は9日、医療用品などの経費名目で約1780万円騙し取ったとして、元主任教授の辰巳慎二容疑者ら二人を詐欺などの疑いで逮捕したと。その詐欺のお金の原資は、府警から大学に支給された司法解剖の委託費、国費を含むゴルフ用品などの購入に私的流用した疑いもあり、府警は全容解明を目指す方針だ。マジで頑張ってください。こういうの、本当にね、氷山の一角です。一刻も早く、バンバン捕まえてください。いや、なんかね、大々的にやってほしい。そして、こういうですね、大学の不正、そんなものないとですね、私を散々叩いてきた人たち、マジで謝ってほしい。だからもうマスコミの皆さんですね、もうドンと出してください。いっぱいあります。まあまあまあ、その分のね、かき消される可能性も高いんですけど、権力者たちがやってるから。ぜひとも大学の闇は暴いてください。メスを入れてください。まあだから一個ね、闇を暴露したことがあるんですけど、私がツイッターで何年か前に、事実ですよ、事実を言ってるのに、そんなのありえないって言ってすげえ叩かれた。めちゃくちゃいろんな大学で働いてる人たちから叩かれた。予備校講師ごときがみたいな感じですごい叩かれましたけど、いろんな大学の人に言われたよね。そんなのないですとか、ありえないとか、うちの大学は知らんがな。あとはだからやっぱ一般の先生たちには知られてないっていう部分がある。まあ当たり前ですけど、言うわけないですね。そんな漏れたら大変なことになっちゃうし、自分の職奪われちゃうし。まあ大変だったんだよ、あのツイートがバズった時。覚えてる方いるかもしれないですけど、めちゃくちゃもう河合にも東進にも呼び出されて。で、決して謝罪しろってね、メール送ってきた、おい某大学のあんた、東進にも河合にも送ってきたあなたよ、どうですかこの記事見て。あるんだよ普通に。大学はお金が動きすぎてる。それだけ莫大に使えてしまうお金があるからには、悪い奴が出てくるに決まってるわけで、そんなんどこの組織も同じです。さらに会社とかよりも圧倒的にブラックボックス、世の中の非常識が容易に通ってしまう組織でもあるってことを忘れないでください。1780万でしょ、もっと全然余裕ででかい額も動いてるから、ぜひ皆様内部告発して、ぜひ明るみに出してください。少なくとも何百億は出ると思いますよ、調査すれば。大阪市中央区の医療機器販売会社元社員、藤戸さんですかね。東大阪市。東大阪って言うんですって。で、逮捕容疑者2人は共謀して、2019年4月から21年2月、同社から医療用のマスクなどを建て替え払いで購入したように装い、偽造した領収書などを大学に提出。大学から計約1780万円を詐欺したとされる。府警は2人の認否を明らかにしていないと。大学の不正領収書、チェックしてください。マジで。府警は5月以降、近代医学部の法医学教室や辰巳容疑者宅など関係先を家宅捜査。辰巳容疑者から任意で事情を聞いていた。関係者によると、辰巳容疑者は府警の逮捕前の聴取に、不正は知らない、藤戸容疑者が全部やったことだと関与を否定。一方、藤戸容疑者は大学側の調査に、教授の指示で偽の社員を作り領収書を偽造したと説明したという。なるほど。辰巳容疑者は犯罪史が疑われる遺体の研究をする司法解剖が専門。まあ、ドラマとかにもね、なってますね、司法解剖ってね。府警の依頼を受け、約40年間で計約4000件を担当してきた。3月末で定年退職する予定だったが、この引き継ぎ過程で不正が発覚。を引き継ぎ過程で分かったわけですね。同30日付で懲戒解雇された。なるほど。引き継ぎでバレた。ってことはやっぱ難しいんだね、気がつくというか、バレるのは。
内部告発とかももみ消されるもんね。近代は内部調査で辰巳容疑者は医療用品に関する偽の領収書計35枚を提出し約1780万円ですからね。1個がでかいね。ゴルフ用品や電化製品など経費で購入していたことも判明。府警は詳しい動機を調べている。だからこれをやってるんですよ、いろんな人が。でもそんなわけねえって、いや、いるよ、経費で買ったって自慢してる人いるから。あなたたち大学関係者には言ってない、言えるわけないけど、他で自慢してる人いるから。で、そういうのが回り回ってやってくるんです。だから飲みの席とかで自慢しちゃダメですよ。綺麗な女性がいるからって自慢しちゃダメですよ。マジでそのやってる人たち。大学に行ってない全然違う畑でも回ってきちゃうから話。辰巳容疑者は4月、解雇は不当だとして無効確認を求める訴訟を大阪地裁に起こしている。すげえな、この人、バイタリティ。金、あるな。近代はホームページで捜査に全面協力するとともに調査委員会で真相を究明し再発防止に努めたいとのコメントをした。うん、努めてください、本当に。これはもう本当に、いろんな大学に火の粉を散ら、ね、火の粉を飛ばしてください。ね、不名誉ですけど、この辰巳先生のおかげで、いろんなね、大学の闇が表に出ましたってなったら、もうそりゃ、よかったってなるよ。まあね、その僕が炎上した時も言ってくれた人いたんで、確かにこうこうこういうのがありますよとか、うちでも、まあ、当たり前だけどそんなの声上げにくい。まあぜひともですね、皆さんが良い大学経営というものになるように動いていただければいいんじゃないかなと思います。額が大きい分甘い汁を吸ってる人がちょっと吸いすぎです。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 まあこの動画ね、たかだか一本でメスが入るとは思いませんが、これを見てとかこのニュースを見て動いてくれた人によってね、変わってくれればいいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。